こんばんみ、市村正樹です。If you wanna be Corey Wong。もしもあなたがコーリー・ウォンさんになりたければ。コーリー・ウォンさんってね、まあカッティングで有名な方なんですけども、ノーオルタネートピッキングなんですよ。ダウンアップ、ダウンアップじゃないんですよ。アクセントの時にアップピッキングなんですよ。ズッツッチャッ、ズッツッチャッ、ズッツッ、ズッツッ。アクセントがアップになる。でそれは裏返すと、裏拍の手前の拍子、まあまあまあ分かりやすいところでいくと、4拍目の裏で、リズム感を掴んでて、でそのリズムの1 2 3 4 4 4 の O で1に入るっていうとか、あともう一つはトリプレットつって、こういうまずピックを6弦にポンって当て乗っけて、乗っけるだけなんですよ。乗っけて、で、まだアクセント。弾くんだけど、ブラッシング。打つ。で、こうやって音を弾く。っていうトリプレットっていうことをしょっちゅうやるんですね。で、それには2パターンのトリプレットがあって、こっちの音を先にアップピッキングで弾いてから、こうやってやるパターン。っていうパターンと、トッツッパ、トッツッパっていうパターンがあるんですけど、これをコーリー・ウォン通りにやるのは相当難しいんだけども、その手前として、まあまああんまり本当は初心者さんはこれはそんなにやらない方がいいっていうか、中級者さんでどうしてもコーリー・ウォンが好きだっていう人にだけおすすめっていうか、こういうリズムの取り方において、そのオルタネートじゃないリズムの取り方でオルタネートも弾ける、ノーオルタネートでも弾けるっていう両方をやるとリズム感は良くなるっていう、ちょっと高度な話なんですけど、ガムシューっていう曲があって、どういう意味かはよくわかんないんですけど、ガムシューっていう曲のフェンダーシグネチャーセッションズっていう動画がコーリー・ウォンさんのチャンネルにあります。それはね、まあ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 こんなような、こんなような曲の2分17秒目っていうフレーズがあります。ここで練習していただきたいと。これがまず6弦にピック当てて、一応これ音は鳴らすんですよ。こうやって音が出てて、で5弦弾いて、5弦もダウンなんですよ。ダウンダウン、ほいで3弦がアップ。まあこれは C7 のフォームを押さえておいて、6弦ダウン、5弦ダウンで3弦がアップ。でこのこうアップするときにはもう親指がこうニョキって出てきてて、6弦と5弦はミュートしてます。こうダウンダウンアップ、これでもう一回ダウンで5弦、6 5 3 5、ダウンダウンアップダウン。右手だけ見るとつ目の音だけアップしてるって感じ。ちょっとゆっくり弾いてみますよ。のこの要するに
トントントンの3つ目の音の時に体がリズムを取ってると、ズントンタンドンズントンタンと、上半身はドンって下に落としているのに右手のピッキングはアップしてるってことは、こうなるってこと。これ16分音符でハーフタイムシャッフルなんですけども、その全部のハーフタイムを弾いちゃうとこれ弾けなくなっちゃう。っていうリズムがあるうちの全部をピッキングするんじゃなくて、このノリで乗っといて、体はドンタンドンタンで乗ってて、でもその中にツックチャッカツッカツックツックツックチャッカツックっていうリズムが隠れてて、でそれのチョイスの上で1 2 3 4の2と4だけがアップピッキング。意識してこうやってやると大変なんだけども、その辺はまあまあどっちでもいいっちゃどっちでもいいんだけど、この時にこうやってちょっと揺らしてるのがかっこいい。で最後の語源の音はまあアタック音でもいいっていう、まあまあ極論で言えばツッツッタツーのツーは全部ブラッシングのアタック音でもいいんだけど、揺らすために親指が一瞬だけ出てくるって感じ。っていう、これをやっておくとだんだんツンツンタンツンツンタンっていう3連符に持っていきやすくなって、っていうトリプレットに近づいていくんだけど、まあそこまで全部やるかどうかは各自の自由なんで、初心者さんにはおすすめできないことでもあるんだけどっていう、そんな感じでございます。また氷物の曲はいろいろ取り上げて、こっちもね、こう、ここもこう、でこうやって打ってっていうのが入れてからっていう、このリズムがすげえなっていうのがあるんで、はいはい、こういうのも単なるオルタネートで弾いちゃうとダウン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 全部ダウンなんだけど、コーリン・ウォンさんは必ずこれが入るんですよ。初心者さんはすごく妥当にオルタネートを練習した方がいいとは思います。で、それがある程度できるようになった後に、ノーオルタネート、ピッキングっていうのもやるっていうのは、その4拍目の裏をこうやって感じるっていう、この、これを弾けるかどうかっていう、これはダメで、ということで、今回は If You Wanna Be Corey Won ということで、ガムシューっていう曲の
2分17秒目だけを練習してちょうだいっていう動画でした。じゃあね。